平和通り商店街の南端から国際通り向けに歩きます。那覇市場ナンバーワン線ベロ店川上線路、平和通りに入るとすぐ左手にが見本店という名前の居酒屋があります。韓国系の店ですが、この店も評判が良い店です。センベロの有名店テンシーサーに来ましたが、閉まっています。平日は17時に開店、土日が14時開店だそうです。今は16時くらいなのでまだ開店前ですね。今日は牧師公設市場近くにある川上線路魚の郷に行く予定です。この店も評判が良くて今まで何回か店に行ったんですが、その都度満員で入れなかったんです。ですから今日はぜひ入るぞとかなり意気込んでいます。この狩ゆし通りを過ぎてひばりに曲がるとすぐに川上鮮魚が見えてきます。狩ゆし通りも狭くてごちゃごちゃして市場らしい良い雰囲気ですね。狩ゆし通りの最後です。右手は居酒屋、左手はシャッターになっていますが、1年前まで両方とも惣菜屋がありました。今は右手は居酒屋になり、左手も新しい店になるために工事中です。おそらく左手も居酒屋になるんじゃないでしょうか。2人、あっ。
一人語りは、タイムソール、シンポールかな、タイムソール。広島やりましょうか。あ、そっか。これ上から3枚まで OK。これセンベロですよ。あ、センベロ。ここから入れます。あ、ハイボールだ。社長、これ普通に選んでください。これ何杯？これは3杯です。3杯ね。ありがとう。3杯だから後に。これはあと。よく酒飲んでるから、この今ね、あの図書館に飲み友達を探してる。本当に五時には五時開店なのに、五時には割といっぱい人がいるなんて、もう早めにフライングが多い。だから今日フライングが多い。来たのって言えないけど。四時に来たの。なんでから。四時に来たの。五時からって断られて。そうなんですよ。あまり僕もそうなんですよ。早めに来ると逆に人にとってはちょっと迷惑なんです。なるほど。自分は5時基本的にやるんですよ。ちょっと前ぐらいはね。だからフライングもあまりにも限度があるわけですよ。フライングの仕方が。5時って言うから、5時ちょっと前に来たらもう彼女とその少年はもうすでに日によっても違うだろうから、ただあのアバウトのあのあれはやっぱり10分15分ぐらい前ぐらいが一番。いやね。その時間。あ、そういうんですか。あれはちょっと早すぎて。過ぎても良くない。で、空いてると思ったの。4時5分か10分だった。いくら早すぎるんで、いくらでも。空いてるかなと思ってた。準備するのにあまり入ってするのも迷惑ですよね。なるほど。例えば労働者側の立場に立ってるから、もう何時開店と言って、ね、あの挨拶に来られるお客さんもちょっと迷惑です。今日は少ないから、これもだから常連になれば、5分、10分、なんとかというこの範囲内で、少しは融通。今日何分に来たの？この子は違う、可愛いから。僕ね、55分ぐらいに来たらもうすでに4、5名いたから。俺と言いました。僕もいい。あ、いた。こっちは行くんだけど、彼女の彼氏のボイフレンドの席だろうなと思って。あんなかなほど飲みてるんだ。もう一回にそうだと思った。というか、やっぱ基本的にやっぱ5時というのは守っているけど、断っていくんねと思ったけど、そういうことなんですよ。あの、あまり早すぎたらやっぱ5時からですというのは、普通の断りかな。じゃあ普通の断り。いや、だから、あの、今まで2回断られてるから、それは、いっぱいだから。今日のお店、川上鮮魚さんに飲もうと来たのは今日で3回目でした。今日はようやく入ることができてよかったんですが、それにもまして大変嬉しいことがあったんです。この川上鮮魚さんは親父さんと息子さんで運営しているんですが、その息子さんから私にユーチューバーの方ですかと声がかかりました。こうして声をかけられるのは初めてなので驚き嬉しく思いました。基本的に私は顔出ししていないし、知り合いなら私の動画中のぼやけた顔を見て私だと判断がつくが、知らない人が動画を見て現実の私と同一人物だとわからないはずなんですが、この川上鮮魚さんの前には牧師公設市場があるし、この付近は何度も歩いているので撮影しながら歩く
不審な男を覚えていたと思いました。しかし嬉しかったな。動画にあまり関係ない話をしてしまいました。申し訳ありません。今回の動画の話に戻ります。最後にお店を離れるときに2人から3人になりました。店で知り合った人から桜坂に良い店があるとの情報をもらったので、これから3人で行くことにしたんです。今から桜坂で軽く飲んできたいと思います。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。また今度来るさ。